Echo 1315, center field, wind 140, net runway 15, clear for takeoff. Southwest 1350, clear for takeoff, runway 15. So that day. 5-3-1-0-7, left delta 2, left on delta 4, shows runway 15. ユニバーシャルスタジオのすぐそばを交差しているこのフリーウェイの交差点、これややこしいです。134号線っていうのがここに終わるんです。101号線っていうのが向こうに行くんです。こう来てるんです。はい。で、こっちから北に上がっていくのは170番線なんです。はいはい。ここややこしい交差点なんですけど。で、この交差点、ややこしい交差点を越えてから2、3分飛べば、はい。Switching it in.Contact Van Nuys. Contact Van Nuys Helicopter 6 Hotel Foxtrot. 大丈夫です。今 Contact Van Nuys Tower 119.00 って言われたんで。で、この交差点を越えたところで、はい、こうカーブがあって、その2、3分飛んだら、はい、このフリーウェイの右側に、はい、メイシーズって書いてあるショッピングセンターが出てくるんです、はい、そのショッピングセンターが見えてきたら、はい、越える前にとりあえずバンナイズにコンタクトしたいところなんで、はい、まず周波数だけ変えてしまいましょうか。はい、バンナイズはこれ、はい、グラウンドとヘリコプター同じ人がしてるんです。だからわけのわからない会話が聞こえてきます、はい、でも気にならずに。であれメイシーズです、はい、メイシー、はい、メイシーということで、バンナイズヘリコプターズ、ヘリコプターズ16ホテルフォックストロット、メイシーズRequest westbound transition. 空港の名前が Van Nuys. Van Nuys. Okay. Van Nuys. Helicopter 16 Hotel Foxtrot over bases. Request westbound transition. Helicopter 13 Hotel Foxtrot. Van Nuys there. Westbound transition approved. Report clearing to the west. Van Nuys altimeter 2978. Transition approved. 16 Hotel Foxtrot.OK、 で1300まで降りましょう、はい、この空港、800フィートなんですね。あの何でしたっけ、フィールドエレベーションか、はい、でその500上が1300、はい、で飛行機が1800ぐらいで飛んでるんです、はい、で時々うるさいんです。 8-8-9-11 above and I'm from going to the right tank to the alpha。Very nice, very nice, perfect. So it's a 3490 Papa Van Nuys Trans, tank system of our north, the Alpha, good 8. 2時の方向のやつですか。そうです、あれ、あの方向、はい、長い、こう、はいはいはい、ここは公園です、はい、公園の、ああ、はい。で、これが405号線っていうのが東西に走ってるんです、はい、405号線で、さっきの交差線とよく間違えられるんです。あ、似てるんで形が。でもユニバーサルスタジオジャパンがないところ、あ、日本じゃなくて、はい、ユニバーサルスタジオロサンゼルスがないところが、はい、405と101、はい、このフリーウェイのあれですね、空港が。あ、了解です。This is 9-3 Papa, what for outbound traffic? この周辺っていうのはものすごく音に敏感なんです、はい、でちょっとでも道をそれたら後で1ヶ月後ぐらいに数値が来るんですよ、はい、だからあまりおかしなルートを通らずに。でエクステンデッドセンターラインなんで、一応飛行機は飛んでないかどうか確認して、はい、ランディングする機体もいないかどうかを確認して、はい、
満タンにした燃料が、まあはい、30分、25分ぐらいでこのぐらいになったっていうのを、はい、一応目安として覚えておくと便利です。はい、この次に使う周波数っていうのは、はい、またヘリコプターの周波数になります、はいはい、別に決まった周波数がないんですけれども、はい、どちらかといえば比較的 123.02 を使っている機体が多いです、はい、ここを過ぎてからは、はい、ということで 123.02 にしときますね。引っ張ってやるやつですね。で、okay. マンダイズの空域っていうのが、はい、地図で見てみると、これヘリコプターのチャートの方が見やすいんですけどね、まあ、フリーウェイがくねくねと曲がったりしてて、はい、この辺でまあ終わるんですよ、はい、ここまで早いかな。このズドーンとこうちょっと分かりやすいこの道、はい、ドーンとやるまで行ってるの、あれがこの道です。はいはい、この左手がウッドランドヒルズです。でちょっと丘があって、その向こう側にピアスカレッジ、大学があるんです。反対がピアスカレッジ、ピアスカレッジで2つぐらい高層ビルが見えるんですけども、はい、それがウォーナーセンター、ウォーナーセンター、ワーナーセンター、日本語で言うとワーナーセンター、はいはいはい、英語で言うとウォーナーセンター、はい、こっちですね。だからこの辺まで来たらもうバンダイズタワーが何も言ってこなければ Request Frequency Change. Helicopter 1 Hotel Foxtrot になってますけれども、皆さん、あのビル、反射してるビルが、はい、Warner Center。で、ここが、ピアス、どこだ？ピアスカレッジ。ああ、あの2つの、はい。はい、これが大学です。ピアスカレッジ。そしたら、まあ、周波数変えましょうか。はい。OK。ここまで来たら、もうちょっと楽に飛べます。あれ、10時の方向か、飛行機。あれは飛行機かな？飛行機ですね。なんであの飛行機っていうのは誰と喋ってるのかっていうのは僕らは一切わからない。あ、天気情報をもらった時っていうのはクリアオールザウェイって言われたんで、まあ確かにその通りですね。すいません、右左ペダル入れてもらっていいでしょうか。欲しいが、ありがとうございます。はい、助かります。 16 mile east Stone Canyon southeast 1500. この周波数は、はい、ロサンゼルス全域、はい、アメリカ全土でヘリコプターが使った周波数なんで、はい、あ、いろんなとこからみんな使ってます、はい、だから十分に関係のある会話だけを聞き取って、はい、そんなことをどうやってするんだというね、ふうに思われるかもしれないですけど、それは庭のようになってから分かります。今はあまり気になさらず、はい、
少しかな、大体現在どんな感じになってるのか、ブラケットから離陸してバーバンクも越えて、はい、バンナイズも越えました、はい、だから半分以上来ましたね、もう、はい、半分以上来て時間的にも半分以上行ってるんで、はい、おー、ナイスですね。フュエルは半分以上行ってないんで、はい、それもさらにナイス、はい、この今飛んでるフリーウェイは101フリーウェイって言って、そこに時計台が一つあるんですけど、ショッピングモールみたいな、あ、はいはい、分かりやすい池もありますけど、はい、あれ、これがカラバサスっていう市です、町、カラバサス、パラパパパカラバサス、パラパラバサス、カキクケコのカラバサス、あ、はいはい、はい、カキクケコのカラバサス、これ2人で飛んでると、はい、まあ、すぐに時間が経つんですが、これ1人で飛んでると、はい、カマリロって本当に向こうにあるんだろうか、はい、こう心配になってくるみたいな、はいはい、でも大丈夫、このフリーウェイに沿って飛んでれば大丈夫なんです、はい、まあ、今右側飛んでおくと、まあまあまあ安心かな、で横で高度を決めて、はい、右のこう、右の山の高さ、左の山の高さ、はい、じゃもしあの山から、はい、電線がこう張り巡らされてたら、あ、まあギリギリですね、今、はい、引っかからないの、日中はこれ全然問題ないです、見えるんで、全部夜ここ飛ぶと何もわからないんで、はい、まあそうですね、1700が最低高度ですかね、はい、この辺飛ぶときはっていうのも飛んでみないとわからないんですけども。まあ飛んでなんぼですから。飛んでなんぼ。そしたら、まあ、時々、はい、ラジオで誰かがいてるかもしれないんで、アナウンスしておきましょうか、はい、今現在、こういうカーブをしているフリーウェイなんですけれども、はい、ちょうどここです、あ、アゴーラヒルズ、アゴーラヒルズ、OK 6ホテルパークシャー、アゴーラヒルズ、ウェストバウンド、OK6ホテルファークストロット、アゴーラヒルズ、トランジションとウェスト、まあそんな感じ、1600、全然、ああ、もっとゆっくり話してもいいですよ、ああ、了解です、すごく早いですよ、はい、英語っていうのは結構ダラダラ喋るんです、みんな、ダラダラ言語なんです、はい